7番人気は1番春浦。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。3番キングヒーロー、6番人気、4番カレンジャー、9番人気です。5番ダイワスカーレン、8番人気、4番人気、6番桜爆心王。実力は引けを取りません。2番人気は8番オグリーキャン、勝ちは十分に狙える3番人気、9番マルゼンスキ、7番人気は1番ハルウララ、5番人気、2番桜爆心王、6番人気は3番キングヒーロー、4番カレンチャ、9番人気です。5番ダイワスカーレン、8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。6番桜爆心王、4番人気です。1番人気7番スマートファルコン、実力は引けを取りません。2番人気は8番オグリーキャン、勝ちは10。ここまで勝ち上がってきた精鋭による頂上決戦、カプリコーン杯決勝。1番人気はもちろんこの子、ここまで無敗2大ダート戦覇者スマートファルコン、実力は負けていません。2番人気、ここまで無敗グランプリウマ娘オグリーキャップ、注目の2大ダート戦覇者ハルウララ、1枠1番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはスマートファルコン、カレンチャ、ダイワスカーレット。最高峰からのレースとなったハルウララ、大丈夫か？ちょっと苦しいが大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。先頭はスマートファルコン、単身で飛ばして抜きます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット、その後ろから6番桜爆心王、少し後ろから2番桜爆心王。第4コーナーを進んで直線へ向かう。任せて。一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ変電し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。残り400、最終コーナー、最初に立ち上がっエンジンの違い見せてあげるわ。これがあたしのフルスロットルよ。マルゼンスキー仕掛けてきた。マルゼンスキー飛んでくる。200を通過。2番手争いはマルゼンスキー、ダイワスカーレット。ここまでかスマートファルコン。マルゼンスキー並んできた。マルゼンスキー追いすがるスマートファルコン。2人もつれたままゴールイン。勝ったのはマルゼンスキー。この大舞台を見事勝利しカプリコーン杯を制しました。2着スマートファルコン、3着に入ったのはオグリキャップ。